圧倒的な努力、あなたはこれできるか。こんにちは、学識サロンの間です。今回は前田裕二さんの著書人生の称賛について紹介していきたいと思います。実は私、今までこの本を紹介してこなかったんですが、私の中でトップ10ぐらいに入るほどこの本が大好きなんです。自分のモチベーションを上げたいときは必ずこれを読んでるんで、すでにもう5回くらい読んでるんですが、前田裕二さんといったらメモの魔力が有名ですよね。でも私は断然こっちの人生の称賛推しです。もうね、今すぐあなたにも読んでもらいたいです。というのも、この前田裕二さんってメディアとかによく出ていて、明るく爽やかなイケメンって感じがするじゃないですか。そして IT 企業の社長で、なんかベンチャー感が出てて、チャラチャラしてる人だと思っていた、そこのあなた、今すぐこれを読んでください。前田さんの壮絶な人生と泥臭い努力がこの本には全て書いてあります。負けず嫌いな私なんですが、なんか凄すぎて珍しく悔しいと思わなかったんですよ。あ、こんな凄すぎる人が同世代にいるんだなって秒でファンになりました。例えばいくつか前田さんのエピソードを挙げていくと、8歳で両親を亡くし、お金を稼ぐためにギター1本で路上ライブをしていた、 PDCA をぶん回して月10万円稼げるまでにした、就活の自己分析では自分の自己分析のためにノートを30冊以上書いた、外資系の投資銀行に勤めていた時は毎朝4時半から5時に出社、休みなくほぼ毎日働き、結果トップ営業マン、通勤のための自転車のサドルが盗まれた時どうしたか、立ち漕ぎで走るとその分スピードが出て5分早く会社へ着くから仕事が5分多くできると考え、そのままサドルなしの自転車で1年間通勤していた。ニューヨーク勤務の時も他の誰よりも早く出社をして遅くまで仕事をし、クレイジーユージという異名をもらう。どうですかね、もう前田裕二クレイジーすぎません？特にサドルの話に至っては嘘でしょって思いましたし、もうそこまでするならチャリじゃなくて原付の方がいいんじゃねって思いました。このように私がこの本から感銘を受けたところはたくさんあるんですが、その中でも前田さんの熱い部分、これは伝えねばならないと思うところを3つ絞ってお伝えしていきます。それでは早速やっていきましょう。1、ビジネスは絆という話です。前田さんは物心ついた時から父親はおらず、小学校2年生の時8歳で母親も亡くしてしまいます。そこからは10歳年の離れたお兄さんと親戚の家を転々としながら過ごして、お兄さんと2人で暮らしていたんです。この時お兄さんもまだ18歳ですから、相当な苦労をされたと思います。この両親がいないことやお金がないこと、こういったことで本当に苦労するんです。周りは塾に行っていて、自分が知らないことを知っている子がいる、こういった境遇からまず前田さんは世の中に不信感を持つようになるんです。先天的な環境で全てが決まってしまうのは嫌だ、絶対努力して見返してやる、これがもうですね、前田さんのモチベーションの根源になっているんです。話を戻します。前田さんは自分の不遇な運命を変えるためにお金を稼ぐことを考えるんです。しかし8歳の子供なんてどこも雇ってくれるはずがありません。そんな時、親戚のお兄ちゃんからギターをもらって路上でストリートライブをして稼ぐことを始めるんです。ギターを練習して歌を練習して、最初はオリジナルの曲を作って地元の葛飾区とか足立区でライブをします。しかしお客さんはほとんど立ち止まってくれませんでした。そこで8歳の前田少年は必死に考えるんです。そして未知より吉という仮説を立てます。みすぼらしい少年が知らない曲をやっていても誰も近寄っては来ない、それなら音楽という分野において新しく触れる未知のコンテンツではなく、どこかで聞いたことのある吉のコンテンツの方がみんなは聞きたいんじゃないか、こうやって考えるんです。そこからは当時流行っていたアーティストの曲をひたすら練習してカバー曲を路上ライブで歌うことにしました。すると少しずつお客さんは増えるようになります。しかしそれでも初月の売り上げは500円ちょっと、カバー曲にしたからといってそう簡単にはうまくいきません。そしてまたここで仮説を立てます。葛飾区の人は他人にお金を恵むほど余裕がないのではないかというものでした。そこからは稼いだ500円を持って電車に乗り、港区白金に移動します。これはお金持ちが多そうだと考えての行動です。白金で当時流行っていたゆずやジュークのカバー曲を歌ってみましたが、今度は逆に白金ではお客さんが立ち止まらないという壁にぶち当たります。そして街行く人を観察してみると雰囲気が少し違うことに気づきます。白金には綺麗な大人の女性が多いことに気づくんです。そこで彼女たち
が必ず知っていて好きな確率が高い曲、往年の名曲を覚えて松田聖子やテレサテン、美空ひばりなどを歌うことにしたんです。すると小学生でそんな古い曲を知っていることに驚いた人が興味を持ってくれ、だんだんと人が増え、路上ライブでお金を稼ぐことができるようになったんです。ここからさらに工夫を重ねて半年後には月10万円ほどのお金がギターケースに入るようになりました。どうですかね。これ言っときますけど8歳ですよ。この仮説の立て方と行動力、もうね、私は読んでいて頭が上がらなかったです。そしてこれはただの前田さんの苦労話ではなく、ある学びになっています。それが絆の大切さです。ある時前田さんが赤いスイートピーを歌った後に40代の女性から、白いパラソルって知ってる？と曲のリクエストをされたことがありました。そこで前田少年はこう答えます。今日は歌えないのですが、来週の水曜の同じ時間にもう一度この場所に来てもらってもいいですか？そう言って次回の約束を取り付けたんです。そして約束の日に1週間一生懸命練習した白いパラソルをその女性の前で歌ったんです。するとその女性はギターケースに1万円を払ってくれたんです。1万円ってすごいですよね。これには一つの学びが隠されています。それはストーリー性です。この前田少年が歌う白いパラソルはこの女性にとっては特別なものになったんです。前田少年が自分のためにこの1週間必死で練習してくれた。どこで曲を覚えたんだろう、楽譜はどうしたんだろう、きっとお金もないだろうに、こういった共感のストーリーが発生していて、そこに1万円という価値が発生したんです。これがもしその場でただリクエストに答えていたら、1万円という価値は絶対に発生していないんです。歌が上手いとかそういうことではなくて、ストーリーに価値を持たせることで人との絆が生まれるということに前田さんはここで気づいたんです。そしてこの絆というのが、集まったものがコミュニティであり、絶対に欠かすことはできません。これはビジネスにおいて基礎となる部分なんです。人はいいと思ったもの、価値があるものにお金を払いますから、売上や収益は人がどれだけの価値を感じたかを表す指標になります。つまり自らのビジネスの周辺にどれだけ濃い絆とコミュニティを形成できるかが、ビジネスの成功を語る上で決して無視できない要素なんです。そしてこのコミュニティ作りを成功させるためには、先天的な要因はほとんど関係がありません。コミュニティの成功に影響を与える要因は後天的な努力の絶対量なんです。つまり正しい方法で圧倒的な努力を重ねれば、ビジネスでは成功することに気づくんです。これどうですかね。8歳でこれを学んでるんですよ。私8歳の時なんてスーファミのマザー2をやってた記憶しかないですよ。8歳で両親を亡くして貧乏で悔しい思いをした。なんで平等じゃないんだ、こんな世の中絶対おかしいんじゃないか、自分が変えてやる、これが前田さんの最大のモチベーションになってるんです。そして前田さんのサービスであるショールームはこういったことが反映されている仕組みにもなってるんです。二つ目、見極めてから惚れという話です。前田さんは世の中の課題のすべては大体モチベーションで解決できると言っています。小学生時代ギター一本で稼いだ時も、外資の証券会社で働いてトップの営業成績を出した時も、ショールームを立ち上げた時も、このモチベーション一つでマジで乗り切ってます。そして大きな成果を出すために必要なことは見極めなんです。例えば宝が眠る鉱山を掘って宝石を割り当てるレースがあるとします。この宝が達成したい目標です。ここでほとんどの人が山の端からスコップでコツコツと掘り始めます。そして掘り始めると仕事をしている感じだけきちんと味わい、思考停止になってそのままひたすら掘り続けます。しかしだんだん疲れてきて、もしかしたらここには宝がないのかもしれない、こういった不安が頭をちらつき、途中で挫折をしてしまうんです。しかし前田さんの場合は違います。まずは宝がこの大きな鉱山のどこに埋まっているか、どのようにしたら効率的に解くことができるのかを全力で考えて仮説を立てることにエネルギーを注ぎます。山のふもとに住む長老にヒアリングをしたり、実際に採掘できた地元の人に会ってみたり、あらゆる手段を使って効率的な採掘手段はないかと仮説を立てるんです。そして鉱山の A から Z の採掘地点のうち C と D に宝が埋まっている可能性が高いと分かると、他の地点は全て捨てて C と D を掘るのに全力を注ぎます。このポイントを探し当てることが見極めなんです。そして見極めた後はひたすら掘るだけです。確かにギター一本で稼いだ話の時も仮説を立てながらこれやってますよね。これがビジネスの PDCA サイクルであり、基本中の基本だと前田さんは言っています。モチベーションが高まらない人の多くはこの見極めの時点でどうしても甘くなっていることが多いんです。3つ目、人生のコンパスを持つという話
話です。あなたが幸福になるために何よりも重要なのがこの人生のコンパスです。このコンパスとは自分の人生の中で何が一番大切かといった価値観のことです。これは前田さんのお兄さんの話で説明をしていきます。前田さんのお兄さんのコンパスは家族です。お兄さんは結婚をしていて子供が2人います。そして仕事を午前中で終わらせて午後の早い時間に家に戻り、子供をお風呂に入れたり一緒にゲームをしたり公園で遊んだりして過ごします。このようにお兄さんは自分の人生のコンパスを家族と決めているんです。他のどんなことよりも家族に時間を使うこと、家族を大事にすることに決めていて、前田さんが物心ついて兄と毎日公園で遊んだような、そんな昔からすでにお兄さんは決めていたんです。一方前田さんは一日のほとんどの時間仕事に明け暮れている人生を選んでますよね。これあなたはどちらの方が憧れますか？これはどっちが上とか下ではないんです。家族というコンパスのお兄さんと不平等な世界を変えるためにひたすら働くという前田さんのコンパス、これ何が自分の人生において最重要であるか、幸福の価値観って人それぞれなんです。だから上も下もないんですよね。そして最も不幸なことは自分の価値観というコンパスを持っていないということなんです。だからこそモチベーションなんて生まれませんし、コンパスを持たないがゆえに誰かを羨ましがったり隣の芝生が青く見えてしまうんです。これどう考えますかね。私は一番これを考えさせられました。あなたのコンパスはコメント欄で教えてください。さらっとまとめです。1、ビジネスは絆。2、見極めて惚れ。3、人生のコンパスという話でした。どうでしたかね。正直この動画では伝えきれないほど前田さんの人生は壮絶であり、それを乗り越えるための泥臭い努力がさらに壮絶なんです。私この本読むと、あ、自分ももっと頑張んなきゃなっていつも思わせてもらってるんですよね。この本読んで一瞬で前田さんのファンになったんで、最近前田さんが始めた YouTube チャンネルも見させていただいてます。この本と前田さんの YouTube チャンネルのリンクを説明欄に貼っておきますので、興味がある方はぜひ見てみてください。前田さんは壮絶な人生だからこそ圧倒的努力でのし上がってきた人ですよね。ここで私たちがそれをどう捉えるのかってのが重要だと思っていて、壮絶な経験を乗り越えてすごい、そうやって思う人もいれば、そんな大変なことを経験したんだからすごくなるに決まってるじゃん、こうやってネガティブに捉える人も中にはいるんです。ここで言いたいのは、コンプレックスを抱えるようなことがあったから前田さんがすごい人になったわけではないと思うんです。おそらく前田さんならもし仮に普通の人生だったとしても普通の生活をしてきた自分、これにコンプレックスを感じて違った方向で大きな成果を出す人になってるんじゃないかなって思うんですよね。経験してきた過去は変えられないけど、それをどう捉えるのか、考え方は人それぞれで、でもその捉え方一つで人生は大きく変わるんですよね。私前田さんと同い年なんですが、いつかお会いしたいな。ではまた。